本当に福岡らしい戦いというか、あの東京相手に、臆せず自分たちの狙いの中で、しっかりとプレーしてたので、うん、あのベンカリファー選手ピエール選手の強さが生きればまたあの広島の攻撃の時間を作ることができるので、まあ、ボールを入れていきたいですね。東来た、ナイスキーパー長石、右からのクロスボール、レフティーの東俊輝が狙っていきました、うん、ルキアンクロスボール、まだある、今野のボレー、もう一回前島、さあレフティーのチャンス製造機です。今野のボールが入ってきて山岸、完璧なボール、完璧、まあ、このシーンに至るまでのところでも左サイドのところで越道選手があのプレスに行った背後のところでルキアン選手が受けて、で森島選手のマッチアップでゴール前まで、さあ今野の柔らかいボール、折り返して山岸、バウンドボール、今野行く、ヘッドでプッシュ、収めてもう一回今野、ここも山岸今野のセットで攻め込みます。アグレッシブに守備のところでも前に行くっていうのを狙ってるのかもしれないです。はい、引くのではない前に出る2023の広島、越道のいいボールが入ってきた、ピエルス、チームを助けたキプロス代表のエースストライカー、ピエロス・ソティリエ、まあ、3-4-3 にして非常にそのピエロス選手がセンターバック間の間のところに立つことができたので、さあどんなボールをチョイスするでしょうか。東、東のボール、鋭いボールが入ってきた、広島の未来を担うレフティー東俊輝の左足から逆転ゴールが生まれました。広島、難しいゲームでもひっくり返す、サンフレッチェ広島2対1です。得点ですか、うん、まずこの東選手のボールが非常にいいものが入りましたね。あそうですね、少しオンゴール気味にもなってますけども、この日佐々木選手がここに入るっていうのがもう準備されてたことだと思いますし、入ればウェリントン、ルキアンいますから ね、はい、おお入れ替わった、うん、川村が行く、川村ドリブル、スペースがあるぞ、引きつけてエゼキウだ、エゼキウ、もう一回川村、川村の左足だ、広島生まれ広島育ちの勝負師、川村拓夢が決めました、3対1。非常に丁寧なパスでやっぱりそれがつながって、川村選手の得意の左足一振り、素晴らしいカウンターの得点、もう広島としてはもう本当にゲームプランというか、もうスキッペ監督が狙っていた通りの、ここで試合終了の笛です。先制は福岡、ただぶれない、じれない、諦めない、粘り強いサンフレッチェ広島、見据える先は J の頂です。